田医科大学病院の殿と申しますこの動画では日頃なかなか考えることのない医療安全に関して簡単な知識や実際の現場で行えるような KYT のやり方ノウハウなどを紹介しています。なかなか学校で教わることのない医療安全に関して一度考えてみる機会になればと思いますのでぜひご視聴ください。 えー、本日は、えー、新人療法士のための医療安全の基礎、えー、応用編ということで、えー、過去に、えー、紹介しております、えー、基礎の部分からのちょっと発展した内容に関して、えー、皆様にお伝えしていきたいなというふうに思っております。まずこの講義でお伝えしたいこととしましては、えー、3点、えー、ございます。 まず一つ目が医療の技術というのは日々大きく進歩してきておりましてまあ大きく進歩したことでこれまではリハビリテーションの対象とならなかったハイリスクな患者さんも対象となってきているというような現状がありますこれはもしかすると日々皆さんが臨床で携わっている患者さんにおいても実感する部分があるのかなというふうに思います また二つ目に関しては患者さんだけの安全ではなくリハビリテーションを提供するスタッフにとってもより安全な状態というのを構築していきたいなというふうに思っておりましてこの講義が役に立てばいいなというふうに思っていますそして最後にこの講義見ていただいた方が安全って何なんだろうなより安全にするにはどうしたらいいんだろうなというところをちょっとでも考えていただいて普段の臨床の場で あこれ安全にするためにはどうしたらよかったんだろう、えー、どうすればいいんだろうっていうようなことを、えー、考えていただく、えー、そういったあの基礎となるようなものになればいいかなというふうに思っています、まあ、ところどころあの分かりにくい部分あるかもしれませんけれども、えー、情報としてご紹介できる部分いっぱいありますのでご自分でも調べていただいてあこれどういうことだったのかなというものを、えー、活用していただければというふうに思います。 そして本講義の到達目標になりますけれどもこち,らこちらも3点考えておりますまずは医療安全に関する基礎的な知識がこの講義を見ることで習得ができるそして臨床前に担当する患者さんあるいは利用,者の利用者さんの注意点に気づいて安全を確保しながら行動できるようになるということそしてこちらもすごく 大事なことだと思うんですけれどもうまくいったこと逆にうまくいかなかったことも日々あるかと思いますのでその行動を振り返ってどのようにしたら次はうまくいくのかうまくいくような方策はどんなことがあるのかなというところを実際に皆さん考えていただきたいなというふうに思っております私藤田医科大学病院というところで勤務しております愛知県の豊明市にある病床になりますけれどもまあ。 2022年度では1日に大体いい2,500人の患者さんが来て入院患者さんは1日に大体いい1,331人いるような病院になります入院している患者さんのリハビリは大体いい半分ぐらいの方ですので650人ぐらいの方が常にリハビリを行っているような病院になりますそこでリハビリテーションいろんな治療が行われていく中で、まあ、安全に 医療提供するにはどうしたらいいのかということを今日々私あの業務として行っております。本日のこの講義の流れなんですけれども、まあ、大きく分けて4つの流れで準備をしております。まずは初回分の振り返りを含めた医療安全の基礎続いてそれを踏まえた基礎の部分のさらにアップデートした内容、まあ、そしてそれを受けてリハビリテーション実施時のリスクであったりですとか 危険に気づくことができるようにするためにはどのようにしていったらよいのかということについて考えていきたいなというふうに思いますでは早速ですけれども初回文の振り返りを含めた医療安全の基礎に関して考えていきたいなというふうに思いますこちら初回でも出しておりの講義でも出しておりますけれども医療安全が注目されるようになった医療加護 えー、誤って治療等が行われてしまった、えー、事故に関してですけれどもこちらに、えー、約、えー、25年ほど前になりますけれども、えー、心臓の手術と肺の手術の患者さんを間違えて手術室に運んでしまって、えー、違う部位の手術を行ってしまったというようなこと、えー、血管内に、えー、血液凝固阻止剤と消毒薬を間違えて点滴してしまって患者さんが亡くなってしまったというようなこと。 人工呼吸器の加湿器に蒸留水とエタノールを間違えて注入して長時間にわたるエタノール吸入によって患者さんが亡くなってしまったそういった大きな事故が1999年から2000年までのわずか1年の間に立て続けに起こって社会を揺るがせたというような事象があります。これららをもとにもともと医療っていうのはは世間からは 触っちゃいけない領域だというふうに言われていたところなんですけれどもいやいやこのままではいけないだろうということで、えー、様々な取り組みがなされてきた、えー、歴史がございます実際に一つ目の、えー、患者さんの取り違いの事件に関してですけれども、えー、こちら心臓の手術と、えー、肺の手術、えー、実際に行っている、えー、患者さん行う予定のあった患者さんが、えー、この時は、えー、同時に一人のスタッフが運んでいたというような事情があります そこで書類も一緒にくっついていたはずなんですけれどもどこかですれ違ってしまって本来は心臓の手術をする方に関しては肺の手術の部屋に運ばれてしまう肺の手術の方は心臓の手術の部屋に運ばれてしまってその後のチェックでも誰も気づかず手術が終わってから間違えて手術をしてしまったということが分かったような事例になります。 えー、人が悪いというわけではなくって例えばですけどなぜ人が、えー、ふ2人の人を同時に運ばないといけなかったのかとかそういった病院の仕組み自体に問題があるのではないか、えー、実際に患者さんの手術の前の確認手順ってどうなっていたのか、えー、そういったところの、えー、全体的な病院としての仕組みが良くなかったというところからどのような対策を考えていくのかというところが、えー、非常に問題となりまして、えー、じゃあどういった対策を今後考えていこうかということを、えー 世間も含めてて、えー、大変検討されたようなな事例に、えー、なっております、えー、実際にこの,このような医療事故の考え方というのは、えー、人は誰でも間違えるというような、えー、報告書が、えー、アメリカの研究機関から出ておりまして、えー、人は誰でも間違えるんだよということを前提に間違っても、えー、間違ってもいいんだけれどもどこかで気づいてちゃんとその間違いを正すことができるような、えー えー、仕組みを今後作っていかなないいないいいいととととけんだよというよううことが、えー、提言として出て出おります、えー、そして今回この中でも出てきているのは、えー、安全を確保できる方向に、えー、しっかりシステムを設計し直して、えー、今ある今起こったエラーだけではなくって、まあ、将来的に起こってくるようなエラーを減らせるように、えー、全てのスタッフが、えー、気をつけていかなければならないというようなことが言われております。 まあそのような考え方の中にはいわゆるフェールセーフフェールプルーフというような考え方もここからは出てきておりましていわゆるフェールセーフというのは間違えても安全な状態になるよというようなものフールプルーフというのは例えばですけども間違えたら手順が必ず止まるようになるというようなものですね手順間違えちゃったらあ どこかで間違いにちゃんと気づけるような仕組みそういったものを考えていく必要があるんじゃないかということで医療の中でもそういった考えを取り入れた仕組み作りというのが必要になってくると仕組みが必要になったということでその考えをもとにした手順を考えていこうというようなことが進められてきておりますまた2000年を契機にもともと医療事故はそもそも起こっては,起こってはいけない。 えー、医療事故自体は本人の注意不足によって発生するというような個人の、えー、ミスを追求するような考え方から、えー、人は誰でも間違えるんだから事故自体はもまあ誰でも起こし得るものである、えー、また、えー、そのためには個人の注意力を上げるのではなくってチームや組織自体の在り方を、えー、作り直していくことで、えー、事故自体を減らしていこう起こったとしても患者さんに有害なことが起こらないようにしようというようなえー 考え方に今変わってきておよそ25年程度経過してきたというようなところになっております実際に WHO 世界保健機関は2019年頃から年に一つテーマを決めて全世界で取り組み安全に医療安全患者安全に関する取り組みを行っていこうというようなことを進めております 今年今撮影当時は2023年度になりますので今年に関しては患者さんの声を取り上げ患者安全のために患者さんに参画してもらおうというようなテーマで行っております実際に医療を提供する場合というのは、えー、僕ら医療者だけが医療を提供するのではなくて医療を受ける患者さんもやはりいるので僕らだけが注意するのではなくて患者さんにも情報を提供した上で間違いが起こったときに あれ違うんじゃないのって患者さんからも言ってもらえるような、えー、そんな仕組みを、えー、みんなで作っていく必要があるんじゃないかということで取りり組みが行われております、えー、なかなか日本では、えー、治療を行うよってなったら先生に「あす全てお任せします」なんていうことが今でもあの特に高齢者の方を中心に言われること非常に多いかと思いますけれども、えー、だんだんと、えー、その形ではいけないんだよということをえー 医療者だけではなくて医療を受ける人たちにもこういったことを理解していただきながら、えー、進めていく必要があるというふうに言われています。え過去には、えー、安全についてまずこういうことを語ったことなかったよねっていうところからスタートして、えー、安全についてまず、えー、みんなで考えてみようよっていうこと、えー、医療従事者を守ろう、えー、周産期の安全をどういうふうにしたらいいんだろうか実際に医療って薬をたくさん使うことが多いので薬をどういうふうに管理していったら安全なのか。 そういったところに関しても年に1回取り組みが行われておりまして日本でもそういった取り組みをしている病院というのはたくさんありましてこちら厚生労働省のホームページなんかでも確認するどのような病院がどんな取り組みを行っていたのかというのは紹介されていますのでよろしければ確認していただけるといいかなというふうに思います。